林正幸は、日本の政治家。富山県氷見市長。富山県氷見市出身。氷見市立仏政治小学校。氷見市立十三中学校。富山県立高岡高等学校卒業。1979年3月、京都大学工学部土木工学科卒業。同年4月、富山県庁に入庁。2000年、新幹線交通政策課に配属され。 新幹線の誘致活動を行った。2008年、砂防課長として、南都豪雨災害対策と立山砂防の世界遺産登録に取り組んだ。2010年、都市計画課長として、富山駅の高架化事業に当たった。2014年、土木部長に就任。2016年3月、富山県庁退職。同年8月末、自由民主党秘密支部に擁立され、 次期秘密市長選挙への出馬を表明。2017年4月2日に行われた市長選挙に市議17人のうち12人の支持と自民党の推薦を受けて立候補。現職の元川助次郎を破り初当選を果たした。4月7日市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数42,247人最終投票率。 71.94%2021 年3月28日、告示4月4日執行の市長選において無投票で再選。ありがとうございます。